ハードプレスで相手のボールホルダーを苦しめ高い位置でボールを奪うとそのままゴールへ電光石火のごとく襲いかかるそんな湘南ベルマーレの若武者平岡太陽選手が話題になっています2002年に兵庫県宝塚市で生まれたパリ五輪世代の平岡選手は小学生時代は地元の町クラブである長尾大津フットボールクラブでサッカーを始めると中学年代ではセレッソ大阪の下部組織であるセレッソ 大阪西 U15 でプレーします。ユースへの昇格が叶わなかった平岡選手は、躍動感に満ち溢れ、スピーディでテクニカルな見ている人を魅了する。痛快なサッカーを目指している、犠牲者高校サッカー部でプレー第99回全国高校サッカー選手権、大会出場に貢献するものの、怪我のため本大会のピッチに立つことはできませんでした。しかし高卒ながら、湘南ベルマーレーの入団が決まり、 ルバンカップのグループステージ第5節の横浜 FC 戦でプロ入り初ゴールを決めると J1 リーグ第34節のコンサドールへ札幌戦でリーグ戦初ゴールを挙げ最終的にこのシーズン10試合に出場1ゴール1アシストを記録しています翌2022年 J1 リーグは13試合に出場2023年は29試合に出場し3ゴールにアシストを記録するなど年々出場時間を伸ばし 成長著しい若手有望株として注目を集めています平岡選手はトップ下を主戦場としていますが今季は左サイドハーフでの起用も増えていますそんな平岡選手の特徴を一言で表すならアグレッシブハイプレスを仕掛けて組織的なボールダッシュの端緒となれば誰より早くセカンドボールに反応し自ら球際を制して守るから声の素早い切り替えを牽引しています しかしそこに至るまでには、苦い経験もあったと語る平岡選手。それは2年目のことでした。今思えば、1年目に10試合で得られたのは、やっぱり自分の良さを全面に出せていたから。あの頃で言えば、アグレッシブさとか、前へのアプローチとか、そういった、ハードワークを買われて、試合に使ってもらっていたのに、2年目はもっとできることを増やさなあ、かんと考えてしまって、攻撃面のクオリティを上げるとか、 もちろん成長はせな、あかんけど、そっちに意識が行きすぎて、例えば攻撃面での特徴をおろそかにしていたところが、多少あった気がして、取り組み始めは何でもうまくいかないし、その上に認めてもらっていた特徴もなくなって、自分がどこで勝負するかを見失った、シーズンやった、振り返れば、うまくいかなかったのは必然かなと思います。今年こそという2年目の意気込みは、思いばかりが先行してしまい、本来持っていた。 平岡選手らしいプレーを見失う結果となったのです。事実、プロ2年目は前年より3試合多く出場したにもかかわらず、ゴール、アシストともにゼロ。それでもシーズン2終盤に、自らのストロングポイントを、再確認する出来事が起こります。秋に、ホームで、川崎と戦って、2対1で逆転した試合があるんですけど、その試合で、スタメンで出させてもらったときに、もう一回自分のアグレッシブさや、 ファーストプレスの強度といった。良さを思い出せたというか、やっぱり自分には、これが必要なんやなと再確認できた試合になった。その試合から比較的良くなっていったかなと思います。試合でプレーしているとき、川崎フロンターレの最終ラインが、平岡選手が得意としていた前からのアグレッシブな、プレスを嫌がる。雰囲気が伝わってきたというのです。前半、あ、これ相手嫌がっているなと感じて、それでボールを奪えたい。 明らかににに自分たたたちに優位に試合が運べたりできたので、きのやっぱりこれが俺の武器なんやって試合を戦う中で気づけた感じですこの瞬間高卒2年目の若武者はいける俺はできるというメンタリティの重要さに気づいたのですそのメンタリティはプロ3年目の2023年シーズンでもしっかりと生かされています湘南ベルマーレは優勝争いどころか J1 残留争いを 強いられる苦しいシーズンを送りますしかし、平岡選手は諦めることなく、チームの悪い流れを断ち切る値千金のゴールを挙げることになります。それが、第27節のアウェーに乗り込んだコンサドールへ、札幌戦。現時点での順位は最下位、直近のリーグ4試合は白星なし、J に降格権を脱するためにも、是が非でも勝ち点3が欲しい状況でした。 序盤から札幌がボールを保持し、主導権を握る展開でしたが、前半42分、相手陣内でボールを奪った湘南は、前線へ縦パスを送ると、これに反応したフォワードの大橋祐希が、右サイドでキープし、ペナルティエリア手前へマイナスのパスを送ります。このボールに、後ろから走り込んだ平岡選手が、右足で豪快に、ダイレクトボレーシュートを放ちます。するとボールは、鋭いバンドで、ゴールネットを揺らし、 これが貴重な勝ち点3を呼び込む決勝点となったのです。この試合以後、残り7試合を4勝2敗1分けで乗り切った湘南ベルマーレは最終的に順位を3つ上げて15位という結果に終わりました。プロ4年目を迎えた今シーズンはこれまでの迷いを振り切り、自分を信じるメンタリティとマコッチョである、アグレッシブなプレーで開幕からスタメン出場を続けています。一つ自分の立ち返る場所。 特徴を出すことが自分の戻るべき場所だと理解しておけば多少他があかんかったとしてもそこへ立ち返ればいいと語るなど精神的にもさらに大きくなった平岡選手の今後に注目していきたいと思います